い、心理カウンセラーの南裕太です。突然ですけれども、この動画のタイトル、子供とかね、パートナー、周りの人に怒りが止まらないあなたへということでお送りしてるんですけれども、まずね、胸に手を当てて、そして意識を心の中に持っていってあげてですね、僕が今から言う言葉をもしよければ声に出してつぶやいてみてください。無理だったら心の中で言ってみるだけでも構いません。もちろん僕が今から言って一通りどういうことを言うかを把握してから言うかどうかを決めていただいたらいいので、その辺はお任せしますね。まず、わがまま言っちゃダメ、人に期待しすぎ、依存するのは良くないことだ、迷惑かけちゃダメ、きちんとしなきゃダメ、もっと頑張らないと。はい。今言ったような言葉を自分自身に普段から言っていないでしょうか。実は子育ての悩み、ご相談でここに来られる方の7割近くが女性なんですね。で、お母さん方なわけですけども、日頃の子育ての中でこうストレスを感じて、まあ、時にはね、まあ、怒りが湧いて、まあ、子供に怒鳴ってしまったりとか、手を挙げてしまったりとか、まあ、中にはパートナーさんですね、旦那さんに手が出るとかね、そういういろんなご相談も受けてきましたけれども、実は結構な、まあ、割合でですね、共通点があって、今僕が最初にご紹介したようなことを自分で自分に言っているっていうことがすごく多いんですよね。で、まあ、ジャッジがあるわけです。自分に対してジャッジがある。で、これは多くの場合、子供自体に甘えたくても甘えられなかった、甘えさせてもらえなかったと。で、長女だからしっかりしないといけないと思って育ったとか、お父さんがすごく威圧的な人で文句言えなかったとか、なんか言ったら偉そうにするなって言われたとかね、自分が家族の中でピエロやってたりとか、ヒーローですよね、こう優等生役をしてたとか、素の自分じゃない、作った自分、いい子の自分でいないといけないって思って育った人が多いんですよね。それから恥ずかしいという感覚ですね。自分はとか、自分の家族はなんか恥ずかしい秘密を抱えてて、それがバレないようにきちんとしたお母さんにならないといけないと思って子育てをしていると、そういうふうにこう後々苦しくなってきて、怒りがバッと出てきてしまったりとかね、そういう方も多いですよね。で、理由は何であれ、自分に対して僕が今言ったようなジャッジをしていると何が起きるか。心の中にいるこの子供のあなたが仮にいたとしますよね。イメージしにくかったら、あなたの幼い時の写真を持ってきてもいいかもしれません。まあ、その子に向かって、今言ったようなわがままはダメとか、迷惑かけちゃダメよとかね、いうようなことをこうわーっと言い続けると、子供ってね、自分の感情を承認してもらってすくすく育つ面があるんですよね。で、これは大人でも一緒なんですね。でも、ご相談をお聞きしていると、皆さんやっぱりその自分の中のこの感情、特に怒りですよね、に対してすごくね、ダメなもの、持ってはいけないものみたいにこうジャッジしていることが多くて、やっぱり感情ってジャッジされるとね、例えば皆さんが僕の体験カウンセリングでもセッションでも来られた時にね、今僕が言ったようなことを皆さんに言ったらどう思われるんでしょうね。あなたは依存的なんですよ、人に期待すぎなんですよとかね、わがままなんですよとかって、せっかくね、相談して辛いんですと、本当にストレスで一生懸命やっててもなんかこう分かってもらえないのが本当辛くて、助けてほしいのに絵が言えなくて辛いんですよとか、それでついついイライラしちゃうんですよとかね、イライラしてる自分が嫌なんですよって言った時にね、僕が今言ったような甘えてるんですとかって言われたら、感情を認めてもらえたら、分かってもらえたって感じがしないんじゃないかなと思うんですよね。実はこれを僕たちは知らないうちに、人に対して優しいお母さん方ほど自分自身に対して言っちゃってるってことが多くて、そうすると言ってる自分と言われている自分が心の中で分裂するわけですね。そしていい子の私として生きてきた分はいいお母さんになろうとして、こっちの子は悪い子っていうふうに思われてしまう。で、そうすると、この悪い子の抱えている傷ついた気持ちや寂しさや怒り、欲求というものは、いい子の自分によって常にこう、正論とかね、ジャッジという形で抑え込まれていることが多くて、そうすると、次何が起きるかっていうと、ジャッジの投影、
もしくは、外に化けるって書いて、僕は外化って皆さんにご紹介することが多いんですけど、英語では、専門的には、エクスターナライゼーションという、一種の投影が起きるんですよね。これどういうことかっていうと、例えばあなたが、すごくこう、風邪で例えば寝込んでいるとか、調子が悪いとか、風邪じゃなくても、なんか子育てのストレスが溜まってとか、前日になんか旦那の実家に帰って、その疲れもあるし、次の日休みたいな、なんて例えば思ってるとかね。例えばそういう、こう、何かしらストレスを抱えているときに、それを旦那さんが知ってるのに、ちょっとじゃあ仕事行ってくるねとか、ちょっと友達とゴルフ行ってくるねとか、お飲みに行ってくるねとか、なんか趣味のなんか出かけてくるねとかね、そういうこう自分のケアじゃなくて、旦那さんのやりたいことだけなんか追求するみたいなことをしたとしますよね。それをあなたは内心で、恨みがましく思うという展開よくないでしょうか。これ実はうちに来られる方のご相談ってすごく多いんですよね。で、その時にね、確かに旦那さんがもうちょっと気づいてあげてほしいなと思うこともありますし、旦那さん側に課題があることもよくあるので、これ一概には言えないんですけれども、結構な確率でよく起きているのが、旦那さんがあなたに我慢を強いた、あなたが我慢しているのを知っているのに出かけたかっていうと、実はそうではないこともお話を聞きしていると結構多くて、つまりパートナーさんは意外と優しくって思いやりがある方であることも結構多くて、だけど、お聞きしてると、優しいんだけれども、私のそういう大事なところは分かってくれないですっていうご相談になることが多いんですよね。で、よくよくお聞きしてくると、奥さんの方ですね、お母さんの方から、旦那さんにヘルプですね、を求める、SOS を出す、自己主張をして何かを求めるっていうアクションを取ることに対して、心の中で禁止があることが多いんですよね。全然やっていいと思うんですよ。全然やっていいと、お話僕はお聞きしてる僕の立場からするとむしろ、もうよく頑張ってらっしゃるし、お母さんもね、あなたもよく頑張ってらっしゃるし、助けを求めるぐらいね、全然やっちゃっていいと思うんですけど、って思うようなお話でも、ご本人の中で自分に対して厳しい自分がいるんですよね。いいお母さんは、もっときちんとできて、テキパキしてて、それができてたら、旦那に迷惑かけることもないのにとか、もっと自分だってこれぐらいできるのにみたいなね、そういうようなこう自分に対する期待値みたいなのがすごく高くて、現実の私の気持ちをちょっと追い越しちゃってるというか、そういうギャップがあることが多くて、そうすると今言ったように助けてほしい時に助けてくれないっていう不満を持つ。で、その前に実は助けてほしいという気持ちを自分が一番抑圧してる、ジャッジしてると、禁止してると。で、さっき言ったエクスターナライゼーション、投影ですね。ジャッジの投影、もしくはエクスターナライゼーションっていうのは、実は心の中で起きていることが、外で起きているかのように感じることなんですね。もう少し言うと、我慢をさせたのは、パートナーさん、旦那さんではなくて、あなた自身だ。っていうことが根本原因になることが多いです。まず、助けてほしいなっていう気持ちが湧いてるんだけども、いいお母さんでなきゃいけないという私の無意識のね、ジャッジが入って我慢をさせますと。で、それに不満が溜まってるんだけれども、この我慢させる方の自分のジャッジが他の人がしてきたかのように誤解するんですね。これがジャッジの投影、もしくはエクスターナライゼーションという心理的な防衛規制なんですね。で、人の心ってそういうご相談をもう本当にたくさん受けてきたんですけれども、それを見るたびにね、やっぱり心の中で無理がね、生じた時に、もう本人の意図的にじゃなくて、わざとじゃなくって、もう勝手に苦しすぎる圧力をどっか他の人にふっと預けたりとかね、社会とか環境にふっとこう投げ込むみたいなことって起きるんだよなーってすごく思います。かくいう僕自身もそうで、今日は休みの日というか事務作業をする日だから、ここで YouTube の原稿を作ってやりたいなと思ってても、奥さんがなんか用事があって頼まれた時に、本当はノーって言いたいんだけれども、ノーって言ってもいいんだけれども、いいよいいよって言っちゃって、後でそれがストレスになってきて、夫婦喧嘩のきっかけになるみたいなことがね、実は最初すごく多くて、それに悩んでたんですけど、その時最初はね、奥さんの側に問題があると思い込んじゃった時があるんですよね。僕はこんなに大変な時期なんだから、ね、子育てとカウンセリングと YouTube とこの三本柱でやっていかないといけないし、寝る間を書かないといけないし、とかってなってる時に、もうちょっと分かってくれてもいいじゃないか、みたいなことが湧いてくるんだけども、でも、よくよく見てみると、僕が僕にすっごいジャッジしてたなっていうのに気づかされたりとかね。つまり、自分にジャッジしてる人ってね、それに気がつけない時があるんだってことなんですよね。そうじゃなくて、他人から同じジャッジをされてるように感じる。だから、実は、内面の自分との関係の課題が他人を通してやってくるっていうこともあるんだっていうことなんですよね。なので今日の冒頭ではこういうジャッジをあなたが自分自身にやってませんかということをお話ししました。そして皆さんにしていただきたいのはエクスターナライゼーション、ジャッジの投影が起きて自分自身との仲違いが
他人との仲違いに置き換わりますよ。内面で起きていることが外界で起きますよっていうことを、そういうことよくありますよっていうのをね、知っていただきたかったので、今日この動画を撮ってみました。はい。この動画をきっかけにね、まあ、投影とか自分との関係や自分へのジャッジですよね。それと感情のコントロールがどういうつながりを持ってるのかっていうのがね、少しでも理解が進めば嬉しいなと思います。はい。今回も最後まで見てくださってありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。概要欄のリンク先から公式 LINE や無料メルマガへご登録いただけますので、ぜひそちらもご覧ください。